では、石塚優先生の、太鼓プロジェクトインドラさん、はい、衣装、2、3パターンありますが、その中の一つをご紹介いただきたいと思います。はい、お願いします。まあ、全く先ほどからご紹介している日本の衣装とはねこう全く全然関係ない感じになってるんですけども、まあこれでも一応なんか日本のねいろんなこう文化を取り入れて、さらにまあこれからの新しい太鼓の世界にまあアプローチしていくための要素とかいろいろ考えた上でまあ作ってるんですけども、まあまずあれですね、足元ですね。僕たちは今は長パッチとかは基本的には着ないでやっています。もともと日本の太鼓っていうのはその祭りのお祭りの延長で着てるものが多いので、まあああいう反転とかお祭りの衣装を太鼓の衣装にするのは自然な流れだと思うんですけども、まあ、現代ではこうお祭りの太鼓からまたちょっと一歩飛び出してこう舞台としての太鼓っていうのは、やっぱり日本の中でもこう進化が進んでいるので、舞台こういう衣装も舞台の美術としてこう見せるためになんかそれぞれ、チームによってこう研究がされているところだと思います。まあ、そういう意味では僕たちも自分たちの打つ太鼓のスタイルとこうイメージと合わせて作った結果がこうなってるんですけども、まず長パッチではなくちょっとこう袴のスタイルを取り入れた、でも袴じゃないんですね袴スタイルズボン的な、ズボン的な感じです。それはハンドメイドでしょうか、手作り。ハンドメイドです。ハンドメイドですか。私のハンドメイドです。先生のハンドメイドですか、はい、素晴らしいですねで、足袋の方も長パッチ履く時とは違ってこの12枚小ハゼのタイプのちょっと長いのを履いてますね。でこうその袴のパンツを裾を中に入れて、履いてる状態です。そうするとまあこの膝下が細くでその上がこうちょっと膨らんだ感じで、まあ動物の足みたいな感じなんですけども、こういうスタイルで下半身は作ってあります。まあ今度上半身ですね。この形を見ていただくとまあ一応こう着物のスタイルを取り入れてはいるんですが、まあなんかちょっと金具がついてたりね、ちょっとパンクロックなテイストもありますけれども、一応こう形は日本の着物と同じスタイルになっています。あとは反転とは違ってやっぱり自分たちは太鼓はやっぱ腕をいっぱい使いますし、自分たちはこう手を回したりいろんな振り付けパフォーマンスもするので、こう袖がない方が動きやすいところもあるし、見ている方にとってもやっぱここに布がいろいろあるよりはこう腕のラインをしっかりこう見てもらえるので、袖のない形を選んでいます。あとは手甲ですね。まあ、これもまた全然元祖とは違うんですけども手の甲まで来るタイプになってます。まあ、手首だけでもいいんですけど、これはもう完全に好みの問題ですね全部手作りで、はい、ですか。全身手作り。あ、全身手作りです。全身手作り、はい、全メンバー全員分作りました。まあ、ある意味大変ですけれども体型に合った感じで作れそうですね。はい、そうですね。で、まあ、こういう規模で、ね、こうオーダーメイドするとすごい莫大な時間と費用がかかってしまいますのでちょっと後ろも見せていただいて、はい、いろいろパーツに分かれているのかつながってつなぎなのかが分かりにくいほどこうきちっと揃ってますが、まあ、しゃがんだり立ったり全部動きやすいような
構造になっているわけですね。そうですね、はい、なんか足袋になんか書いてあったりとかするんでしょうか。はい、これは色はこだわりは色はですね、これあのメンバー全員この刺繍がしてあるんですけども、はい、色はこれはちなみにあのインドラと書いてありますね。はい、インドラと書いてあります、はい、その人の衣装の、まあ、テーマカラーを採用しているので、みんな色が違います。違いますか、はい、これは片足だけ、片足だけですね、右は何も書いてない、はい、それが左っていうのは何か理由があったりとかしますか。僕たち斜め打法を中心にやってるので、まあ、太鼓がお客さんの方を向いて置いてある場合、こういう形で立つことになる。まあ、お客さんの側にある足が左側なので、まあ、一番目につきやすい場所ということで左だけ、右足があのお客さんの方に向いて立つこと僕たちはほとんどないので、まあ、なるほど、宣伝です。はいで、例えばじゃあ頭には何もつけないっていうところも、はい、まあ、鉢巻きというのも一つ太鼓の衣装としては昔からあるんですけども、僕たちが鉢巻きをまあしない理由というのは、自分たちはその、まあ、今何もしてないんですけど、髪型も衣装と一つとちょっと考えてるので、まあ、メンバーの中にはとんでもない頭したいのとかもいるんですけども、まあ、そういう鉢巻きするとやっぱちょっと髪の毛が自由度が下がってしまうので、そういうところも含めて鉢巻きはなしで、代わりに髪の毛も衣装にしてしまうという発想で、鉢巻きを取り入れていません。インドラさんの女性陣は全く同じ衣装なんでしょうか。これもあのメンバーそれぞれによってあのちょっと違うんですね。が違いますね。女性のはあの袖がちょっとあの振り袖みたいについてるタイプのもありますし、またもっとこの肩がない衣装の人もいます。それは個人 の, あのリクエストとかこうアイディアを取り入れるのか、先生がもう決定権 で独断で、はい、その人を見た、勝手にキャラ設定をしている、よく言えばプロデュースをしているという形です。分かりました。今後はあのインドラさんはこう衣装の展開もこう期待できたりするんでしょうか。そうですね、また今でもなんかこういろんなイメージがあるので、それをどんどんこうちょっと形にして、演奏と合わせてこうなんか発信していきたいなと思います。はい、で今回はまあ、ベーシックな衣装の紹介になりましたが、はい、続編も計画中ですので、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日はお忙しいところ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。